Hey, what is up, heroes, and welcome to some more Digimon Story. Last episode, a lot of stuff went down. Nokia got Omnimon. The Eaters came. It was an absolutely all-out battle. It was so cool. I recommend watching the last episode if you missed it. It was pretty cool. In today's episode, we're going to head to Zaxxon Forum to meet up with Nokia and Omnimon. I did a few bit of Digivolve in, so we got Garurumon and Togemon again. So once we Digivolve them to Lilymon and Wegarumon, they should be able to go into their next forms because they should have enough ABI. Got a... Gomamon on the team as well. I had extra memories, so I thought I'd put him on the team, digivolve him. I'm gonna lead off with Lady Devimon. Having a virus type would be pretty cool, and yeah, that should be pretty fun. Let's head to the Zaxxon Forum. Let's see what Omnimon wants to start the next quest. Oh, it looks so cool. Our team looks pretty badass right now. Love Flamedramon. してすまない。だが通信ではなく君たちと直接話し合いたかった。うーん、びっくりだよね。すっかり大人になっちゃったみたい。お姉さんとしてはちょっぴり寂しいけど、ぶっちゃけこの渋かっこいい感じも。でもってこっちの世界に来た理由とか忘れてた色々なこと。 それじゃあオメガモンさん、どうぞ。ありがとうノキア。では聞いてくれ。まず私がこの世界に来た理由、それは我らデジモンの住まう世界、デジタルワールドを破滅から救うためだ。デジタルワールドはイーターの猛威にさらされ滅びの危機にある。イーターがデジモンの世界にも？ああ、 データを食らうイーターにとってデジタルワールドは最高の餌場だ。奴らはこの瞬間もデジタルワールドを食らい侵食している。私はデジタルワールドの守護者たる最高位デジモン、ロイヤルナイツに名を連ねるデジモンだ。我らロイヤルナイツはイグドラシルの意志を受け行動する。イグドラシルとはデジタルワールドを司る存在、 秩序そのものだ。イーターの出現を感知したイグドラシルは奴らを監視し、さほど時を置かず脅威を及ぼすエラーと判定した。その意志に従い、ロイヤルナイツは奴らの完全排除を目的とし、イーター発生の原因を探り始めた。そして脅威の発生源を特定した。それは隣接する異世界、 君たちの世界に誕生したばかりのとある電脳空間があった。え、私たちの世界のとある電脳空間、それってもしかしてエデンだ。かのネットワークは人間の意識を完全にデータ化して電脳空間に出現させたエデンアバター、つまり 人間の精神データこそがイーター発生の原因であると判断したのだ。エデンという電脳世界で現実世界と同様に、いやそれ以上にあらわとなった人間の悪意や欲望、激、その、デジタル的に異質な感情データが奴らを生み出したと。そんな、無論、尊敬な判断に異を唱えるロイヤルナイツも存在した。 私がそうであったように。だが自らの結論を誇示し、全ての原因は人間にあると主張する者も少なくない。彼らは今人間世界を滅ぼそうと動き出している。滅ぼす人間世界っていうと、どこからどこまで。中野、東京、日本。そうだ、 この地上すべてだ。イーターを我らの世界から排除したところで、人間という発生源を消し去らない限り、奴らはまた現れる。人間を滅ぼす以外、イーターを完全に排除する術はない。それが彼らの下した結論だ。デジモンが
私たち人間を彼らは人間世界に攻め込もうとしている。ロイヤルナイツが大軍を率いて奇襲をかけ目的を遂げるつもりだ。攻め込むってどうやって？デジモンは現実世界には出てこれないし。東京と呼ばれる都市では物質的空間であるにもかかわらずデジモンが出現する現象が起きているだろう。人間世界とデジタルワールドは次元の壁と我々が呼ぶ原理原則により異なる次元時空として隔てられている。だがその壁に大穴を埋め次元の隔たりに扉を作り出せば二つの世界はつながり原理原則が重なって混ざり合い結果あらゆるデジモンが往来可能となる。昨今東京で起きているデジタルウェーブの増大や異常はおそらく扉を開くための準備に違いない。パラダイスロスト計画とはそれだ。つまり計画を推し進めていた岸辺という人間は彼らロイヤルナイツの意向に従っているか精神を操られている可能性が高い。じゃあオメガモン以外のロイヤルナイツもこっちに？二つの世界は完璧に隔絶されているわけではなくわずかな次元の裂け目がいくつも存在する。私もアグモンとガグモンというデータ質量の小さな姿でなら通過することができた。予期せず記憶の一部を失ってしまったが私と同じく何らかの手段を講じてこちらにやってきたデジモンがいたとしても不思議はない。そっか私は何としても彼らを人間世界への侵攻を阻止したい。自分たちの世界を救うために別の世界を滅ぼすなど正しいはずが、そのような破壊的解決を私は望まない。オメガモン、うん、私もそんなの嫌だ。だって人間とデジモンはもっともっと仲良くなれるはずだもん。どうか君たちの力を貸してほしい。この事件にはロイヤルナイツである私ですら知り得ない謎がある。それを解明し事件を解決に導くには。待たせてすまない。思いのほか検証に手間取ったよ。だがその甲斐あっていろいろと興味深いことが判明した。事務所に戻りたまえ。直ちに会議だ。反抗作戦を立案しようじゃないか。私たちも行く。さっきの話も伝えないとだしね。お待たせ。それじゃあ京子さん、作戦会議始めちゃおう。いや、あと一人重要なキャストがまだ来ていない。重要なキャスト？私たち以外に誰が？げー、重要なキャストって、まったく。岸辺を追い詰めるための作戦会議って聞いてきてみた。暴走イノシシアタック少女も一緒だよ。悪いが、この作戦は誰一人欠けても成立しないんだ。暴走イノシシアタック少女もレジェンド、ただし中二こじらせ少年も協力してほしい。まあ、俺は岸辺を叩けるんなら何だっていいさ。早く始めてくれ。だ、そうだ。暴走イノシシアタック少女も異論はないか？あと、その前に超チみんなに聞いてほしい話があって。それがパラダイスロスト計画の全容か。なるほどな。人間世界の破滅とか、マジかよ。そこまで話がでかくなってんのか。その情報のおかげで私の仮説も全て立証された。いや、私っていうかオメガモンのおかげっていうか、京子さんその呼び方もうやめてっていうか。それでは改めて作戦会議を始めよう。まずは事実 A。
岸辺リアの目的は次元の壁に穴をうがつこと。次元事実 B、 その岸辺リアによって上白優子が誘拐された。これら A、B の事実はおそらく無関係ではない。 A を達成するために B の実行が不可欠だったのだろう。そして A はまだ達成されていない。よって今回の作戦行動では上白優子の奪還およびパラダイスロスト計画の全面阻止の同時達成が可能となる。いきなり頭パーン。 B 実行の理由はこの際気にすんなってか。名推理とは得てしてそういうものさ。だが至極真っ当な君の疑念の雲を払うため、私が新しく手に入れた証拠をお披露目するとしよう。相変わらずつかみどころねえな。最近起きた迷いが事件の発生場所、そして現在検知可能なデジタルウェーブの流れをシミュレートした結果、定常的に安定状態にある大規模なエネルギー場の存在が浮かび上がった。東京全域を覆う円環状のエネルギーの流れ、私はこの環状ネットワークをデジタルラインと名付けた。驚くべきことに、デジタルウェーブで構築されたこのエネルギー場は人為的な制御がなされている。十中八九、上白、岸辺たちの手によってだ。各地に配置されたエデンスポットもどうやらエネルギー場の構築に関連していたらしい。そうか、新宿でオタクがジャンプしたネットワークはこいつだったのか。ほうほう、エデンスポットにそんな秘密があったとはな。要は流脈みたいな道ができてるってことだろ。その通り、このネットワークは流脈、レイラインなど古くから存在する超自然的なエネルギー場と酷似している。デジタル用のエネルギーライン、岸辺たちは長い時間をかけてデジタルラインを整備していたんだろう。デジタルウェーブを循環させる構造はそれ自体がエネルギー反応炉であることを示している。蓄積し冷気させ増幅して放出する。このデジタルラインに蓄積された膨大なエネルギー量のデジタルウェーブを放出することで扉が開くのだと私は考える。エネルギーの冷気状態から推測するに、パラダイスロスト計画はいつ実行されても不思議はない状況と言える。そして現在エネルギーの流れに著しい変化が見られるポイントがある。エネルギーの流れを追いたどり着いた先は六本木だ。六本木の地下には上白の研究施設がある。六本木地下施設と呼ばれているらしい。なんともそっけない政府関連施設じみた名称だと思わないか。そうだ、以前調査した地下道、その奥にあった例の施設だ。君のログ情報を追跡した結果、上白優子と別れた地点と座標軸が一致した。そこを攻め落とせば優子奪還、一生は確実ってわけか。けど計画阻止は微妙だな。 A 達成に B 実行が必要だったとして、 B が実行された時点で A 達成に必要な条件 C が成立しているなら、すでに B は。抜かりはないさ、オラタ君。デジタルウェーブの制御自体を妨害するんだ。説明した通り、デジタルラインはデジタルウェーブの流れを制御して構築された人工物だ。その制御はエデンスポットをはじめとする各種装置の稼働やコンピュータオペレーティングで行われている。つまりそれらを妨害できれば。なんともアナログな方法だな。要は電源を落としちまえってことだろ。その通り。しかし向こうもそこが弱点なのは承知しているはずだ。
予備電源の一つや二つ用意した。だが同時多発的に工作を行えば必ずほころびは生じるはずだ。いっぱい人を集めて一斉に電源を送るとか。あう、そんなもん東京中を停電させりゃ一発だろ。そっ、東京中をって、だからどうやって。はん、俺はハッカーだぜ。ハッカーがやることは一つだろ。知った連中を集めて各地の電力供給システムにハッキングを仕掛ける。ま、加減はするさ。影響範囲は必要最低限に絞り込む。その分時間はかかっちまうな。なるほど。君には各地にあるエデンスポットへのハッキングを依頼しようと考えていたのだが、確実に岸辺の居をつくとするなら絡めてから攻めるべきだ。美なるかな、美なるかな、無形に至る。作戦名、無形の陣といったところかな。お、いいね、孫子。真なるかな、真なるかな、無形に至る。まあ、わかんないけどわかった。わかんないようでわかった。あなたがそっちなら、私たちは言うこっちだね。だよね。理解が早くて助かる。では、君たちは地下道から六本木地下施設へ向かってくれたまえ。童貞は助手が把握しているはずだ。そんじゃ、同時作戦開始だ。優子は任せたぜ。よし、優子っちを助け出すぞ。でもって、パラパラダンス計画なんてのも絶対阻止だ。Alright, so I think I remember the way, to be honest. Got two text messages. Okay. So we have a third farm. I've literally been like leveling up so many Digimon. It's gonna be good. Probably some message saying someone else has leveled up. We want to go to the underpass. I think we want to take a left once we go up the elevator.Yep, still digital waves. Sweet. Wow! ここが地下道か。地下にこんな大きいトンネルがあったとは。ジメッとしてるし、壁がうにょうにょってしてて、いかにも地下っぽ。あれ？ここちょっとだけデジタルシフトしてない？以前よりデジタルウェーブの影響が濃くなっているな。おそらくデジモンやイーターも現れるだろう。気を引き締めてくれ。オッケー。ユウコッチを助ける前にヘロヘロになっちゃ元も子もないもんね。行くよ。六本木目指してレッツワーキング。うわ、もしかして六本木まで徒歩。おや、今気がついたのか。六本木まで10キロ弱、時間にして2時間といったところだ。10キロ、2時間。どうしよう、体力的な意味で。とにかく頑張るしかないよね。えいえいおー。 Alright, let's go. So 無理しちゃダメだよ。Okay, just getting right into it on the mom. I doubt we'll be losing any time soon. So what do you know, darkness wave, that sounds pretty cool. So everyone's going to be growing levels quite a lot for the next couple of battles, because we are...I wanted to end up underleveled since I de-digivolved, but it's not too bad. I mean, once Flamedramon grows a few more levels, he'll be fine. Like, he can't digivolve again. He's like an armored Digimon, so we're pretty good with him. I think Flamedramon's probably gonna stay on the team for a very long time. Probably for the rest of the game, to be honest, because I like Flamedramon. Let's go.
Play my fist. Hey! The darkness waves. Pretty good. So once Togemon and Garurumon get level 30, we can put them back to where Garurumon and Lilymon. I want my flower cannon back. Lilymon is too good. So if we go this way, to the right, we should find that chest I couldn't get last time, so the gate to the right. And oh my god, isn't that the next Digivolution of Gamimon, the middle one? So I saw him and I thought we should use him to try and get the Digimon, I forget its name, but it's the giant walrus with the hammer. I remember he gets. That's his ultimate form, I think, right? I just remember him getting that, it's like in the anime, it was so good. He gets to join the real world, like when season 1 everyone gets back, and Digimon invade the real world. I think that's when he gets it. I just remember it's so awesome. Looks pretty badass. So should be a chest down here. I love the way Lady Devimon just kind of moves. Farm expansion plugin. Hell yeah, let's go. So got two maxed out farms. Start maxing out the third one. Hey. I'm gonna die, but hopefully Rise Grim wants to get out of a Trident Revolver. No reason you can't. So we've got Rise Greymon and Metal Greymon to get to level like 55, and then we can get Metal Greymon and Shine Greymon. It's gonna be sweet, man. I reckon probably about like 2-3 episodes from now, our team is gonna look super nice. Like, oh, getting excited. Oh, a triple combo. That's the first time I've done that. Oh, I should do a lot of damage then. Not as much as I was hoping, but damn, triple combo. It's awesome. And just that dude left it for a normal attack. I think Lady Devimon, we want to get to level 60, trying to digivolve into this cool looking thing. Paladrumon, I need to de-digivolve you, but I don't want to unless I have like a Stingmon or Xvmon ready to go. I don't really want to do that, but actually what I could potentially do is near the end of the game, de-digivolve Flamedrumon, get the Beamon, de-digivolve Paladrumon to get the Stingmon, make the Beamon into X-Beamon, get a Paladrumon again, then train him again, get him to Imperial Drumon. Can't get the Paladin mode though. As I've been told, you guys said to get the Paladin mode, we need like a sword which we get in the post-game or a chapter before the last boss or something like that. Either way, I still want to get the little mode where he's like looking like a dragon. Just 2 weeks ago, which one are we going? ローラーのついてる靴でも履いているのか？それとも優子くんの元へ急ぐために息石切って全力疾走でもしているのかな？え？いきなり何？京子さん普通に進んでますけど、むしろペースダウンしてますけど。うん、ではわずか数十分で君たちのデジバイス反応が赤坂にあるのはどういうことだろうな。いくら私たちがユーコッチ奪還のために死に物狂いで走ってもこんな早く赤坂は無理でしょう。うん、迷いがとはたとえわずかでもここまで物理原則に影響を与えるんだ。ええどういうこと？デジタルシフトのせいで六本木までの距離が短くなっている。地下だから気づきにくいが空間が歪み短縮されているようだ。本当？やったー！いまいち言ってることは分かんないけど、デジタルシフトもたまにはいいことするじゃん。それから今分かったことなのだが、君たちの後ろに
もう一つデジバイスの反応がある。敵の死角かもしれない。注意したまえ。え、敵の死角？ユーコハを助けに行くんやろ。ユーコっていうかユーゴっていうか、てかあんたはユーゴがユーコっちだって知ってたわけ？もちろん知っとったわ。わざわざアバターまで変えてユーコっちは何をしていたの？何のためにあんなこと？あの姿はユーコハの兄さんの姿なんや。ユーコっちのお兄さん？そう、エデン症候群にかかって何年も前から寝たきりの兄さんユーゴハンや。そのアバターを使うてユーゴハンはユーゴハンの父親が作ったエデンを守っとった。ザクソンのハッカーユーゴとして。どうしてそんなこと？ユーゴハンは家族の縁が薄いお人やから。家族との何か？ユーコッチそうだったんだ。ユーコハンはワッチに手を差し伸べてくれた。ワッチに居場所をくれた大事な人や。お願いや、ワッチも一緒に連れてってくれへんやろうか。え、ユーコハンを助けたいんや。お願いしんす。あと本気なの？けど確かにユーコッチを助けたいって思いは一緒なんだよね。よし、一緒に行こう。一緒にユーコッチを助けなさい。ちょっと、お礼とかやめてよ。調子狂っちゃうじゃん。いつも通りでいいって。いつも通りって？それは却下。ほら、さっさと行くわよ。So, do we need to fight with her? Because that would be super OP. Because she had 3 Digimon. Nokia's got Omnimon, we got 3 Digimon. Like a 7v1? That'd be sick. I'm hoping this is the wrong way to go, because I want to get a chest or something. Yosh! Ida Shoube! And let's finish them both off. More levels, and oh, I think Gomamon's probably maxed out now. No, he's not. He's 23's max for his class. It's not 20's at least. He's getting pretty tough now. Nice. It's a very long walk. Left or right again? I say we go right. Keep going right, because right could be right. Unless it's wrong. The left is right. Means right is wrong. Oh god. I'm gonna check the messages quick. Okay. So once we get to a Digilab, we can do a lot of Digivolving, I think, because the third farm are all baby Digimon, so they can all get Digivolved. But by the time I get to a Digilab, which I believe is there, we should. Level 30, but maybe not. That's kind of hoping it would be. Alright, what can we do here? So, first of all, let's start the training again. Man, train. I
and train these guys. Oh, meant to go for that one. Oh, we can go for a farm expansion as well. Let me do that. Very nice. And let's do some digivolving quick. Oh, talk to the wrong person. Right, so digivolve. Can we do Gumamon right now? That's gotta be cam 25. So what I could do is quickly up your cam, which is really easy to do in the farm. I don't think any of these guys digivolve just yet, but Farm Island 3, people should be able to. So, go get this one because we haven't had this one before. It should be Wizardmon, I think. Yeah, Wizardmon. Looking pretty cool. Pabumon, we'll go into Tainmon. Haven't had one of them before. That's got a Camtel. I'll get to a thingy. Ooh, what is this? Groudon. Ha! I'll make you into a Wormmon in a second. I'm gonna save for that. Level 30. Level 30? ABI 80. That's gotta be a good Digimon if you're gonna need ABI 80. So, what is your stats now? You got 5. 6. So, I'm gonna try and get that one. So, I'm gonna put you all back down to a different one at some point. That'd be pretty cool to have. This one will go into... Oh, we can get a Repamon with 16. Alright, so next I want to put... Let's go to Farm Island 3, it'll be fine. We're going to get... Nope, wrong one. Go on into Farm 3. Is that what I wanted to do? Yeah, I think it was. Go to Farm 3. Is it 20 or 25 I needed? Eat your meat, boy! Oh, you can go max level 72? Damn! Okay, that should be enough. Probably take you out before your cam goes down. Where is he? Oh, there he is. Then we can digivolve him. Uh-huh. Ooh. Oh, that could be. Go for this one. Ikakumon? I have no idea. Yeah, he's looking pretty good. And what do you mean to digivolve you into the one I want? I guess we're the bottom one. Cam 50, max HP 80. It's gonna get you to level 50. Or 30, sorry, then we should try to get you. Maybe Devimon. 60. ABI is 80 required, damn. Gonna have to do a lot of meats. Do they still have meats that up ABI in here as well? Nope, not yet. Okay. That's fine, I'll probably end up getting some more meats by the time she's level 60 anyway. So let's quickly save it because the Digilab here might be a boss battle coming up going into that little lab. When I first went there before, I was told not to go any further. It looked like a boss area to me. Oh, maybe not. She's just chilling right there. ここが神城の地下施設。本当にここに言うこっちが。わずかながらロイヤルナイツの反応がある。ここに間違いないようだ。ねえあれ。
たか。それはできない相談だ。これでようやく災いの元凶を、薄汚い人間どもを消し去ることができるのだから。私たちが来たからには絶対にそんなことさせるもんですか。あんたがロイヤルナイツに操られてるってことはもう分かっちゃってんのよ。イグドラシルの意志だかなんだか知らないけど、人間を滅ぼすなんて冗談じゃないっての。オメガモンの入れ知恵か。オメガモン、貴様人間風情に堅いるし、崇高なる意志に背くとは。お前まさか。ノキア、気をつけろ。この女人間ではない。どういうこと？だって岸辺は。計画を始めるつもりだ。もう遅い。さあ、裁きの扉よ。よし、これでこっちの準備はほぼ整った。あとはあいつ。お忙しそうですね。スエド、なんだってこんなとこに。いえいえ、お忙しいだろうと思いましてね、お手伝いに参ったわけで。ああ、冗談言いに来たのかよ。悪いけど、今あんたに付き合ってる暇なんて。アラタ君、君はどうしますか。もしもこの世界に歪みが生じた原因が全て君たちにあるとしたら。はあ、歪みだ。一体何の話だ。まあ、そのおかげでこの世界は新しい姿へと進化しようとしているのですが、ね、何度も言わせんな。お前の冗談に付き合ってる暇はねえんだよ。お前は岸辺の使いっ走りだろ。こっちの計画を邪魔しに来たのか。皆さんは本当に物事の本質というものを理解していませんね。岸辺さん、はい、岸辺さんだったものもしかり、私は可能性を模索しているだけなんです。世界がより良い進化を遂げる、そんな可能性をね。私は君たちハッカーをずっと見てきました。エーデンという楽園の巨色を打ち破ろうとした君たちの、その可能性が生み出す未来に魅力を感じて、ね、そしてその可能性の芽は華々しく開花した。デジモンキャプチャーを開発し差し上げた甲斐があったというものです。お前がデジモンキャプチャーを。いや、何、研究の過程で生まれた副産物です。それよりも、ほら、いよいよ世界に新たな扉が開こうとしています。私の見たかった新しい世界の形がすぐそこに。あ、しまった。それでは私は失礼します。またお会いしましょう。君が君自身の新たな可能性の扉を開きたいと思った時に、ね、あ、てめえ待て。あー、くそ。今は作戦を優先させねえと。あいつらが
これで扉は開いた。物質宇宙の断りは崩壊した。嘘でしょ。感じるぞ。世界がデジタルに移り変わっていく。これで醜悪な人間の姿とはおさらばだ。あれはデジモン。やつはロードナイトモン。私と同じロイヤルナイツ。オメガモンまで現実世界に。ついにこの時が来てしまった。久しいな、オメガモン。貴様も誇り高きロイヤルナイツの一人。今からでも遅くはない。我らに従え。我らが世界の存続のため共に人間を滅ぼすのだ。手始めだ。まずはその人間どもを血祭りにあげろ。オメガモン。断る。あくまでも貴様はイグドラシルの意志に背くのだな。人間を滅ぼすことがイグドラシルの意志なのか。私はずっと疑念を抱いていた。そしてノキアたちと行動を共にし確信したのだ。ロイヤルナイツの恥さらし。いいだろう。この私が直々に引導を渡してやる。こいつ許せない。 I was not expecting that. Alright. Okay. Tap and speed up. We got Omnimon, sir. I am not worried at all. Let's see. Let's go for what we got. Let's just go for Venom Trap. That's gonna poison you in the end, to be honest. Let's go for a cross counter. Okay. I think it's time to take a Trident Revolver. Oh, nice. She really does not like Lady Devimon. I'm gonna heal up Lady Devimon for this turn. Well, she's gonna die next turn. Well, next attack by her. Let's go for a. Flame Fist will do. Pretty switch Flame Demon and Lady Devimon. Maybe Metal Greymon and Garurumon. So we can have three Digimon super effective against her. Let's do that. Ooh, should have two attacks coming in, but we should be fine. Switch you for Metal Greymon. We can do one at a time. Damn it. The boys are here. Yeah, less turns to attack, but we'll do more damage. Attack Flame Grimmon. Oh. 本来の力が解放されるにはまだ早いか。だが。それも時間の問題だ。逃げるつもりか。我が同志同胞を出迎えねばならぬからな。あの空、変じゃないか。天気予報、なんか言ってたっけ。
さあ罪をあがなえ愚かな人間ども。That looked awesome. ワールドとつながった影響は十分に残っている。おそらく広範囲でデジタルシフトは発生している。私がこの姿のままでいられるのは他のロイヤルナイツたちの力も感じることができる。必ずどこかに現れているはずだ。仲間たちを探し出し共に人間界を滅ぼしてくれるわ。計画に若干の修正を加える必要はあるが人類の末路に変更はない。クソ間に合わなかったか。すまねえ、完全に俺のミスだ。気にすることないって。ちゃんと次元の扉は閉じられたんだし、最悪の事態は避けられたってオメガモンが言ってるよ。大丈夫。だといいがな。せっかく励ましてやってんのに相変わらず感じ悪いやつ。ゆうこはん、ゆうこはんと、そうだ、ゆうこっち。Well, that's kind of weird. Ita! Yuko-han! Kono obutsu ga Yuko-han kara hatareru! Kanarazu tasukete miseru! We've got Omnimon with us, we should be fine. Oh no, not Faye, okay. So you've got a barrier for yourself, that's good, I guess. This, I wish I had Lilymon, so I could actually just, you know, flower cannon it so many times. Try the revolver. Ooh, man. Still good, we're still good. We're still good. Hopefully he attacks Flamedrawn, that'd be great. Critical hit, sweet! That looks scary. Oh, he hit Flamedrawn! Ha!
What? Oh. Okay. Okay, was not expecting that. That was... Okay. Oh, this is bad. This is bad. This is very bad. That's a boy, you're about to get ass whipped from that cross counter, but now you have an insta kill attack. Okay. Kind of sucks. Anyway, try the revolver. Gotta be careful of them insta kill attacks now. I have revives just in case, you know. That should be fine for a bit. Okay, it's fine, everyone gets an attack. Let's do some damage here. I'd much rather have Omnimon, don't know why he's not fighting right now. But pretty good damage, pretty good damage. So I'm a bit underleveled here because I've been doing a bit of digivolving just to up the ABI so I can digivolve them later further on, but still doing pretty good. Pretty darn good. Ooh, we're good for that from now on. Oh, okay. And yeah, HP back, that's fine. There's only one turn I stay asleep for? Oh no. Got lucky though, Metal Greymon. I guess that status barrier protects her from like the sleep and poison paralysis and all that good stuff. Come on, wake up! Yes! Everyone's awake now. We're good. Ew, awkward. Alright, so let's, we can get another turn. So I'm gonna go for a spray. A small one. Oh my god. I'm gonna use Lady Devimon's turn to heal up. Well, revive Rise Greymon, but speed up, that's gonna help out actually quite a bit. Yes, she woke up. First turn. So the Metal Greymon! Nice! Alright, so let's revive. Where is my recovery stuff? There you go, bud. Gonna need you alive. Okay, I feel like he's gonna throw a really dangerous attack in a second, so I'm gonna heal everyone up quick. Time to get back on the offensive. Oh, 950! Damn! Alright, Greymon. Nice. Oh my god, enough of this move. It's weird if they put like a... that ball in her mouth. Yeah, kinda bad. Wake up. I should have checked if I've got a move like status barrier or anything like that. Okay, Rise Greymon's up. That's fine, I can heal it. Oh wait, it's Metal Greymon. Damn it. Almost there. Just don't attack, don't attack, please don't attack, please don't attack, please don't attack. Damn it. Oh
don't attack because Metal Greymon's attack's coming up. Oh my god, dude. It's fine, select Digimon to use. The B team's here, man. The B team's here. It's all good. Oh, now you use like status barrier on my Digimon. Damn, dude. Could have done that like at the start of the battle. It's all good. We got a pretty good attack coming in. Oh, there we go. That's better damage. It's fine. Might be able to finish you off here. Maybe. Probably not, though. Always give it a go. Yeah, we can finish you off. Pretty sure. Needle Spray should be able to do the trick, hopefully. Oh, so close. Okay, Togemon shouldn't be put to sleep. But hopefully, they use Digimon just for one normal attack and then. He's not put to sleep, but he almost died! HP up though. Oh no. I still have one Digimon, so I'm good right now. Togemon doesn't get a turn for a very long time, which kind of sucks. That should kill it. Hey! あなたの代わりに私が行く。そないな命令待ちはしてへん。大丈夫だよフェイ、あなたのデジモンを信じて。言ったでしょ、デジモンはただのプログラムじゃないって。デジモン信じる。